それではね、コメットですね、このトライアングルのコメット、まあ、この、 ブラックアッシュっていう仕上げで、18万円ペアですね、そしてここがちょっとまあラッカーの光沢仕上げになるとペア21万円ということで、まずこのツイーターですね、この光り輝くホーンがついたチタンドームのツイーター、そして、この白いウーハーですね、バスレフポートが前にあって、まあ、デザインはねなかなかこう、まあ、斬新というか現代的というか、まあ、この色のメリハリがコントラストがねきちっとしているので、こういうデザインを好まれる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。まあ、形から入ってもいいんじゃないかなというような独特のムードは持ってますよね。あとはね音がどれぐらい出るかですけど、まあ、ホーン型ツイーターということで、やっぱり問題になるのが音の広がり、なんと最初の F1 のソフトでですね、音の広がりが、先に聞いた2つのスピーカー、特に一番最初に聞いた、ワーフデルの D320 とどれぐらい違いがあるかっていうところを注目していこうと思います。あとはまあ低音は出るでしょうし、パイプオルガンですね、パイプオルガンってまあ形が似てるっていうとちょっとこじつけですけど、やっぱりホーンってシュッて高い音が出るので、パイプオルガンを聞いた時にそのパイプオルガンの音がこれやっぱりピシッてこう出てくれるかなというふうに思うので、まあ、そのあたり注目して聞いていこうと思います。
Sees a call for census. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road with Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. トライアングルのね、コメット EZ を聞いてみました。これはね、あのペア18万円なんですけど、まあ、ちょっと今聞いてるとね、1本18万円でも高くないかなっていうぐらいの、あのすごい音がね、あの細かいのと透明なのと、あと音のエッジがすごくなんか繊細っていうかね、あの
質が高いですね。特に最後 の、 セリーヌ・ディオン の、 ボーカルの感じなんかは、この後ろにすごい高いスピーカー並べてますけども、やっぱりペア50万円から100万円ぐらいの価格のスピーカーで聴いてるのと同じようなイメージの出方ですね。これは先に聞いたやっぱりワーフデールのものよりも高い音の明瞭度とか抜け感とかに関してはこれの方が良かったと思います。でも保温型ってともすると中低音が痩せたり、こう保温がこう出しゃばりすぎたりするんですけど、それもなくてバランスがやっぱりすごいいいですね。特にノーサンクチュアリヒアとか聴いてる時で、 F1 はですね、最初やっぱりちょっとこう保温の違和感というか癖があって、高音の抜け方とかちょっとやっぱり方向性とかが違うのかなっていう気が一瞬したんですけど、しばらく聞いてるとそれも消えてしまって、本当にこうそれぞれの音がリアルでしたね。人間の声、工具の音、それからF1 の走行するエンジンの音、それの描き分けが実に見事で、目を閉じてると本当にそれぞれの音のリアルさっていうのは素晴らしいなと思いましたね。D320 の立体感とこの音のクオリティが合体すればもうすごいことになると思うんですけど、でもじゃあ立体感が問題があるのかって、それは問題があるレベルではなく、ペア18万円という価格でここまでの音が出てくると、これは高いスピーカーもね、ちょっとうかうかしてられないなという、前衛的なイメージですけど、なかなかオーソドックスにきちっと音がまとめられている、スピーカーかなというふうに思いました。では次はですね、エアボーンの25万円の、無垢の、エンクロージャー